今日のレースはどんな感じで考えてました？難しかったですね。でも足を溜めなきゃいけないし、まあ、後ろにもなっちゃいけないし、結局どっちもできなかったですね。でもそういう中でもきちんと突っ込んでくるっていうのは、いやもう気持ちだけです。気合で、はい、結構こうお客さんも入ってたみたいですし。そうですね、気持ちも入りましたね。明日もまた、はい、気持ち高めて頑張ります。さらにお客さんも入ると思いますし。そうですね、はい、頑張ります。今回みたいに結果待ちになるときってどんな心境なんですか？まあ、もともと9分の1なんで、まあ、ひろゆきも強いんですけど、まあ、そこは気にせず、まあ、味方の応援してる感じです。でもちょっと内心ドキドキとかっていうのは？いや、そういうのはなかったですね。まあ、とりあえず北日本の誰かが決勝に乗ってくれと思って見てるだけなんで、はい。ただやっぱりでもその乗れると乗れない当時は全然やっぱり気分は。そうですね、結構もう乗れた方がやっぱり嬉しいんですけど、まあレースに関してはそういう引っ張りとかはないですね。明日はこれで福島3社ですけど、意気込みの方はどうですか？はい、精一杯頑張ります。